はい、こちらの送信所は HBC 北海道放送の AM ラジオのアンテナ、室蘭送信所っていうのかな、室蘭送信所でいいんじゃないですか ね、では近づいてみましょう。では恐れ入ります、行きましょうか。安全運転でお願いします。うっすら聞こえるのは HBC ラジオでございます。これラジコですか？これラジコです。はいはいはい、室蘭放送局の音ではございません。ちょっとだんだんどうやって近づくんだろうね。でもあれですよね、もうこの動画をご視聴の方には免疫あると思うんで大丈夫だと思うんですけど、ラブホテルの方に行きゃあれ、この先テレビの送信所もあるんだ。テレビはね、あ、向こう側の山で、うん、側の、側の、ね、から行けばすごい、ここですね。あー、ほらほらほら、これすごいな。ファイターズが3対0で勝利して、機嫌の良い斉藤梢さんの声がうっすら聞こえると思うんですが、あ、これですね、高台、この辺にライトアップするらしいですよ。ラブホテルですか？テレビの送信、あ、テレビの送信じゃない。確かに HBC の隣のラブホテルすごいな。しかもラブホテルの名前が ABC ですからね。 HBC に ABC ってなんだこれって。いや、これあまりにも青空でここじゃないっぽいっす。あ、これ駐車場で、逆に言うとアンテナを見るにはちょうどいいスポットですね。アンテナビュースポット、ここじゃないっすアンテナビュースポットとしてはね、これいいですね。いや、降りるほどではないんで、窓からこう見まして、これすごいな。今こう見えるこれがアンテナですね、 HBC のアンテナで、こちらに見えるのが NHK のアンテナですね。で、この HBC さんの右隣にそびえるのが ABC って書いてあるのは、名古屋の ABC で、愛知バスじゃなくて、あと朝日放送でもない。ちょっとその正体はちょっと近づいてから確認しますか。では、窓を閉めて。これ立ち入り記者、なんだ、あ、室蘭市の、あ、違う、北海道だ。北海道、そうですね、北海道のマークが、道庁のマークがありますね。で、なんか前は行けたっぽいですね。行けなくなっちゃったんですね。あのラブホテルにどうやってたどり着くんですか？多分これ道に、男が運転して道に迷ってたら女の子ぐずっちゃいますよね。これ女の子ぐずってたらちょっとかっこ悪いですね。ねえ。さっきあれなんかさ、道端にいたおばちゃんがさ、けげんそうでそっち行くのみたいな。確かにこれは違いましたね。書いておいてほしいな、ホテル ABC こっちって、ね、どっかの恵庭のラブホテルがアゲインみたいにですね。アゲインこっちとかっていっぱい看板出てましたもんね。あれなんかすごいことになってんな。あ、でもこれまっすぐかな。でもちょっと待って、普通車でじゃあ男と女でラブホテル行こうって言ったらあんな細い道行かないでしょ。学校法人北東。ちょっと一回降ります。はいはいはい。山を。そうですね。一回考えをリセットさせて。うん、だってこれ、ちょっとした横須賀みたいな感じの、この、山。これじゃないかな。ですかね。ダウン。いやー。わかりにくいです。ちょっと、ああ、北斗文化学園ってこれか。これ、僕、ストビューで一応見てから来てるんで。徐行って看板出てますね。多分この道で正しいんじゃないかって気がしますね。いや、ちょっとこれは、なんかだんだんそれっぽいですね。近づいてきました。この動画は、HBC 北海道放送の、送信所巡り第2弾ということでお伝えしています。第1弾は旭川の送信所ですね。東旭川の駅前にある送信所でしたね。HBC の送信所を取りに行くって言ってながら、HBC の送信所は思いっきり取れてなくて、静止画でお伝えしたというですね。おー、すごい。変わってますね。しかも道路綺麗になってる。これ何、これ ABC かな、 ABC がの指導なわけないもん。多分これだよ、ね、あ、これ根元ですね、根元。うん、これ急にのがアスファルトが悪くなりましたね。いけないっすね。
ね、あのお姉さん連れて走ったらちょっと男性で今日女性を連れてくるわけはいかなかったんで、おや、あ、ね、ちょっと女性連れてそっち行くと、いやでも本当にあの行く手段がなければさっきの子と一緒に来ようと思ってたんですけどちょっと連れてって。いやっていうかあの HBC に行きたくてって、エッチしたいからじゃなくて HBC に行きたくてっていうね。HBC の夜中のテレビ番組でエッチ大好きって番組だ。それあの朝日放送のワイド ABC デイズ以上にすごい名前ですね。ABC ここです。おおすごい。ここなんだけどちょっと待ってね。ちょっと待って、ね。確かにラブホテルだ。ラブホテルの入り口なんで。もうちょっと先、そうですね。じゃあちょっと一旦この動画止めましょう。はい、こちら HBC の、室蘭送信所の前に来ております。看板出てますね。ホテル HBC って書いてあるのかな？違うって。これすごいなぁ。室蘭なんとかって書いてあるんですよね。あの直射なくなってから放送できるんですよ確か。いや、あの HBC って旭川もそうだけど局舎あのほあでも旭川はあれか、今放送設備ないのか。前ほら駅ビルにあったじゃないですか。すいません、あのここはあのホテル ABC という確かにラブホテルですね。あ、本当だ。こっからこれが正面だもんね。送信所。ああ、HBC 北海道放送って立ち入り禁止なんて看板もありますね。すごいな。いや、この動画だけでな10分も持つとは思わなかったな。でこちらがラブホテルですね。まさかこれ HBC が運営してるとは思えないんで。あ、本当だ。なんか看板出てる。HBCR 室蘭送信所って看板出てますね。はい、北海道放送 HBC の、送信所でございます。隣がラブホテルだと思わなかったけど、これ行動じゃないよね。ごめんなさいね。だから HBC の方はホテル ABC さんの許可を取って来る感じなのかな。これシュールだな。隣がまた ABC っていうね。これ何だ ABC っていうんですかね。すごいなこのロケーション。おっと、車が出てまいりました。ちょっと車を映すわけいきません。車を映すわけいきませんので、車は、はい。今の車は静かだな。これすごいな。HBC 室蘭。下なんて書いたんだろうな。ちょっとこれわかんないですね。この笹やぶを撤去するほどの、気力も労力もございませんので。これで隣のホテルがホテル MBS とかだったら面白いな。MBS と OBC 大阪のラジオ局がなんでこうなるの。ぜひですね、このホテル ABC、これ窓を開けると隣の、これ丸見えなのかな。これでもあと、これの向こう側って行けるんですかね。これは、あ、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。これ、アンカーが下まで、そこ、ってことはこれ何？ここ HBC の敷地なの？これ。これすごいなぁ。あ、ほんとだ。
へえ。これが一つと、もう一つ向こう側にもありますね。これはすごいな。はい、HBC ラジオの室蘭送信所でございます。では次の放送局行ってみましょうか。はい、続きましては NHK 室蘭放送局の、ラジオのアンテナです。 NHK はさすが立派です。 HBC よりも立派です。こちらですね。形が、奥が、右奥に見えるの、見えねえか。右奥が、これが HBC さんで、こちらが NHK さんです。アンテナの形状が違いますね。すごいな。これ、あとあれが、あれか、どっかの、携帯電話会社の基地局ですね。はい、NHK、見えないかな。 NHK ってここに書いたんだよね、ここにね。はい、NHK です。はい、では HBC と NHK の送信所からお伝えいたしました。なお NHK の放送は皆様の受信料により支えられています。受信料制度にご理解をいただきますようよろしくお願いします。それでは、中継以上です。ご視聴いただきましてありがとうございました。次の動画でお目にかかりましょう。 NHK